アジアジムグリガエルは、ヒメアマガエルかジムグリガエル族に分類されるカエル。インド、カンボジア、スリランカ、中華人民共和国南部、ネパール、バングラデシュ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオスに自然分布。インドネシア、シンガポール、マレーシアへ移入。体長5.5から7.5センチメートル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは最大でも、 体長6センチメートルほど。体色は暗褐色で、粉炭から体側面にかけて、明褐色の筋模様が入る。この色彩によって、臨床では体の輪郭が不明瞭になり、保護色になると考えられている。前肢の指の先端は三角形状に広がる。平地の森林や水辺に生息する。地表性が樹上で見られることもある。夜行性で、昼間は、 落ち葉や石の下などで休む。外敵に襲われると、獅子を突っ張って、体を膨らませて、自分を大きく見せ、相手を威嚇する。植生は、動物食で、昆虫類などを食べる。繁殖形態は卵生。雨季にできた水たまりに集まり、オスは水面に浮かびながら、メーティング考慮を行う。環境に対する、順応性が高く、市街地やゴミ捨て場などにも生息し、 生息地では生息数が最も多いカエルの一つとされる。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。族内では最も流通量が多い。野生個体のみが流通する。テラリウムで飼育される。ケージにはヤシガラドや不要ドなどの保湿力があり、潜りやすい床材を集めに敷く。その際に床材の表面がやや乾燥して、 そこの型が湿っている状態にし、地中に潜ることで生態が適した湿度を選択できるようにする。床材に差し水をしたり、夜間や消灯時に霧吹きで水分を与える。頭部及び口が小型のため、体に対して小型の餌を与える。2016年10月1日より、特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律に基づき、 特定外来生物に指定され、飼育は禁止されている。ありがとうございます。